起きてますか、飯尾さん。メンズが多いね。あのね、メンズが多いですわ。メンズが多い。お前な、俺ここで何楽しむっつったら、もうミニスカートの女の子通んのを見てるだけやん。なるほどね。白と赤が邪魔やねん。白いおじさんと赤いおじさんが2人ずつ立ってますね。いやもうマジで、だから今日はあのこれだけ盛り上げてくれる方が店前にいるということで、キャバ嬢と生で、いやもうそういうワードやめましょう。そういうワード、いやあの本人って振ってモテるわ。本人って振ってモテる。これから出ることに振ってモテますというわけでですね、はい、服装がちゃうねん。え、何のですか。水着ちゃうやんけ。昨日までです。昨日までですよ。いや、あ、そんなことより飯尾さん、何、女の子の放送 のおかげで言うの忘れてましたね。すか、あの福井県のコンクールの話。あ、そう、来週にします。もう福井県で入賞したよ。1万円もらいました。お笑いライブで入賞したよ。テンダラーの漫才をね、舞台袖で見て帰るっていう、そうやね、一日でしたね。サンダーバード座れないっていう事件でしたね。眠たかった。はい、眠かった。というわけで、あ、16人もいてる。女の子待ってんね、はい、そうですね、みんな待ってますよ。はい、というわけで、でん、はい、美女2人来るよ。2人も来ますから今日。椅子足りひんやん。いやもうね、どっち乗んの、どっちの片方乗ってくれるんですか。そういう店ちゃうでしょって。椅子をあの1人2つをあのシェアしてもらうことになりました。テンション高いですね。いや、そ、あのあれなんですよ、来てもらった時からもう、はい、ポニーテール側のテンションがすごい高くすぎて、はい、乗せられてます。ほんまか。そんなとこで横でニヤニヤして、立石は、立石さんは放送始まってあったまった頃ぐらいに来ます。あ、そう、はい、今日は天からじゃないで、内田さんいてるから。なあ、余裕できますよ。多分10分ぐらい多分張り付きます。これ今何人やったっけ。いけんぞ、20人。俺らこれ100いくな。これこれもう完全200ペースですよ。これ早出せ言うてんじゃん。言うてます。公開4ピースするって聞かれてますからね。めちゃくちゃやな。すぐ捕まる。何言うとんねん言うてね、言わなあかんすわ。このままもうガサんとこ。なんならこのまま30分いきますか。うん、よし、よし、オッケー。色味も戻したということでね、はい、ではでは早速ね、ゲストの方出てもらいましょうか。お待たせ。楽しみですか。どんな匂いすんねやろ思って。いや、それはもうね、逆に混ざって臭いんちゃうさ。どうぞ。お茶もいいです。お茶どうぞ。お茶どうぞ。すいません。すいません。失礼します。邪魔するなら帰ってや。邪魔しかせえへん。いやー。はい、というわけで。あ、やめて、帰ってくんねや。帰ってきますよ。やったら椅子に行こうじゃなくていいじゃないですか。失礼しますね。足元すいませんね。はい、当たってますか。あ、すいません。あ、ちょっとだけいいですか。うん、じゃあ接近接客。あ、はい、はい、というわけでですね、はい、うわ、もう表の写真ちょっと出しましょうか。先出しちゃってもうドン。もうおっさんばっかり。ちょっと待って、もうちょっと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 、手ちょっと下がって、手ちょっと下がって。で、あのカメラあっこ、カメラあっこ、もうカメラあっこって言ったこと全然忘れてるやん、この人は。もうちょい下がって、もうちょい下がって、しゃ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 がって、あ、もうちょい前、もうちょい前。おっさんいらんってコメント来たわ。おっさん、T シャツを着てるのに、はい、というわけで、あのおっさんいらんということなんでね、はい、早速自己紹介の方よろしくお願いします。ポニーテール南ゆわで、あ、高梨ゆわです。はい、そしてポニーテール南のさくらあいらです。よろしくお願いいたします。まさしです。たてぃさんが、まさしです。インフォメ2号店のまさしです。下の名前が急に渋すぎて、あ、もう来た。たてぃさん早っ。今日たてぃさん登場早かったっすわ。というわけでですね、あの今日はあの4人体制ということで、はいはい、盛り上げていけないなということで、あのまっす早速インフォメ一問一答から、はい、言いますか。まあ、からってこれしかないですけどね、はい、おじさんが身についてなんか集中できへんわ。集中できへん。ほんまにおじさんばかり。集中できへんわ。あのちなみにあのこの後出てもらう話をしたんですけど、あの一番盛り上がってるおっさん、俺リストやからみんなのこと知らんって言ってましたよ。おい、あ、おおおみんなのこと知らんって言ってました。私も知らない。あ、知らないもん同士で上辺でやっていきましょうね。はい、飯尾さん、おじさん見てる顔がもう冷めてる。すごく冷めてる。盛り上げてもらいましょう。ではインフォメーションとよろしくお願いします。はい、ではまずどっちから答えるんですか。高校行きますか。はい、では出身地、アイラちゃんの方から。はい、和歌山県です。ゆわちゃん。あ、北海道です。おぉ、ボンって一緒ね。あ、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 身内すげえ、身内すげえ。身内すごい、ありがとうございます。では性格を一言で言うと、アイラちゃん。サバサバしてたり、デレデレしたり、ややこしい。ここで5分広げてます。ゆわちゃん。とにかく明るい高梨です。あ、めっちゃいいそれ。安心してください。吐いてません。吐いてません。吐いてません。吐いて
はい、この仕事を始めたきっかけは、アイラさん。昔から興味があって、ね、始めてみようと思いました。ゆわちゃん。お酒飲めなくてもどんだけできるかなみたいな。このテンションでずっとシラフでいくわけですね。すごい。休日の過ごし方、アイラさん。ずっと寝てるか遊びに行きます。ゆわちゃん。遊びか旅行です。お。遊びにばっかりやな、この前。バタバタうるせえじじいだな。ヘルニアになれ。では、好きな男性のタイプ、アイラさん。愛情深くて控えめな。控えめな方。はい、控えめな方。控えめ。ゆわちゃん。あ、尊敬できる人です。なるほど。控えめてんねん。あ、今控えめてんねん。さすが、さすがゆわさん。早速控えてくる。余してきますね。初恋は、何歳？そしてお相手は、アイラさん。4歳の時で、幼稚園の同じクラスの子です。女心芽生えるの早いな。ゆわさん。あ、小4の頃の同じ小学校のクラスの男の子です。お、では同じやね。そろそろ切り込んでいきますが、あ、これ一斉のでね。一斉のでね。お、合わせてくる。では、勝負下着は何色？せーの、白。安心してください。履いてません。履いてません。とにかく明るいな、今日。履いてますやろ。飯尾さん、笑顔が控えてないですね。控えれてないですよ、飯尾さん。どんな色どんな。え、もう控えすぎ。ひらひらの白です。はい。では、はい、初体験は何歳ですか？アイラさん。14歳です。お、成熟。控えれられねえな。ゆわさん。17歳です。ああ安心した。ああ。じゃあここの話で15分広げますね。15分広げますね。では、飲みすぎての失敗談、アイラさん。お客さんと寝言で会話してました。逆に天才。ゆわさん。あ、QR で運ばれて入院しました。ほんまもんや。やっぱあることなんですね。あることなんですね。ではでは、今一番の悩みは、アイラさん。肌荒れがすごくて。そんな感じしないんですよね。一緒に化粧品買いに。いやね、化粧品のことは聞いてください。女の子より詳しい。あ、そうなんですか。あ、じゃあ変えよう。女子より女子力高いでね。はい、ゆわさん。あ、肌荒れと声がガラガラ。肌荒れちょっとつけ足したよ。いっぱいつけ足した。絶対つけ足した。ではでは、将来の夢は、アイラさん。若くて綺麗なお嫁さんです。もう十分若いのに、もうそんな。間違った。ゆわさん。あ、まあ、結婚ができたら結婚やし、まあ、それ以上は悩み中です。あ、なるほど。悩みが尽きないというところで、はい。では、恒例の、はい、やりましょうか、ゆわさん。何あ何やりましょう、ゆわさん。いつも忘れるわ、俺。恒例大丈夫だ、大学に。忘れるわ。よし、来い。お前乗ってない、乗ってない。お前乗ってないわ。じゃん。あ、だからタイムは誰だ選手権。非常に、非常に恐縮なんだございますが、強いて言うならでいいです。どうぞ、一斉のでいいです。ちょっと待ってくださいね。悩んでくれてる。でもちょっとなんか熱いプレッシャー。おい、ガヤうるさいわ。怖い。おい、ガヤうるせえよ。やば、仕事の話持ち込んできてる。決まった？もうお二人とも決まりましたか？はい。では一斉にお願いします。せーの。うわっ。誰、結果をお伝えしましょう。アイラちゃん、なんと伊予さん。お、伊予ちゃんがタテイスさんということで。またタテイスさん。またタテイスさん。あのメガネ価値悪いやろ。ここ3人でおって俺やばいへん時のテンションどうやと思うねん。ほんまにどうやと思うねん、テンション。というわけで、以上でございまして、一問一答終了でございます。はい。ではゆっくり広げていきますがね、出身地、アイラさん和歌山ということですが、はい。和歌山には何年ほど？18年ぐらい。あ、じゃあもうがっつり和歌山県民。がっつり県民ですね。県民です。立石おねえやでってコメント来てる。バレてます。あ、何それ。最近おねえ疑惑非常に立ってるんでね。やって言ってくれたな。そうそう、背高いごついおねえなんで。あ、結構やばい、ね、結構やばい。で、ゆわさん北海道ということで、どれぐらい？あ、18まで。あ、そうなんですね。どこどこ苫小牧です。
駒台苫小牧か分からへんわな僕らもそれぐらいしかちょっとあの分からないもんで非常に申し訳ないなと。でも北海道ってあれやな、家と家の間隔広いのな。あ、広いですまだ大阪とは違います。トカチの指令がおったけど隣で家歩くなら結構時間がある。土地フル活用しますねすっごい広大な土地やからね。大阪来られたきっかけは？いや、あの都会に憧れたんで。あ、なんで私からごめん。いや、もうそんなもうガンガン行きましょう。ガンガン、あ、同じ。え、和歌山って田舎ですか？え、めっちゃ田舎ですね。どこ？どこどこ？ごぼう？ごぼう？めっちゃ下っすよ。ごぼうの一個上ぐらい。あ、じゃあもう結構じゃあ、あの自然に囲まれたお二人だったんでね。あ、もうめっちゃ、はい。なるほどね。田舎では余裕はする、余裕はする。でも和歌山の子が大阪はわかるやん。はい。なんで北海道って東京やねん。あ、手前でね、泊まりそう。東京やねん。いや、ほんまに、マジでこれガチで。あれ、どれ？なんかもう振りがありますけど。いや、まあ、あのちょっと地理感覚が分かんなくて、まあ、あの東京より大阪の方が近いと思ってたんですよ。天才今日の天才一人現れました。運命やな、もう運命ですね。ここに折れてるのはその土地感覚で、ね、その地理感覚がないから行けたら、ね、天才ですわ。ではではほんま、ほんま、ほんまです。ほんま、これほんまか。いや悪い、ネタやな。合わしてきてんな。ネタじゃん。合わしてきてんなお前。では性格を一言で言うとということで、アイラさん、サバサバとデレデレ、はい、要はツンデレってやつですか？ツンではないんですよ。あ、ノーツンですか？ノーツン、のほんまにノーツンですね。デレデレはあるんですけど。なるほど。ツンじゃなくてデレデレされたことあるかな？あ、今で誰？あいつはね、お前話広げてええんやったら話広げるけどね。まあええわ。では、あの、ゆうわさん、あ、明るいアホということで、アホに関してはさっき前室の問題で分かった感じがするんですけど、まあ、明るさで言ったらもうこれすごい明るいですよね今。うん、楽しい、うん、すごく今一番盛り上がってるんじゃないですか。おお、明るい方が一番楽しいよ。それはね、やっぱりね、とにかく明るいです、ね、暗いやつよりやつやつネクラのゆうさんには持ってこいですね。ネクラのゆうさんには持ってこい。ネクラじゃないですか。ネクラじゃない。あ、ほんますか。よかった、ネバネバ言ってたからネクラかな。あ、言えや、心配でした。え、ではオクラオクラオクラ。そういうことか。それ面白い。いや、面白いです。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 ネバネバって。うまい、うまいな。そうです。持ってる、持ってる。大阪来て、大阪来て鍛えてる。ではでは、この仕事を始めたきっかけということで、はい、あの、アイラさん、昔から興味があったから。あの、アゲハあったじゃないですか。お、はいはい。あれをずっと呼んでて。あー。で、そっから興味が。ちょっとやってみようかみたいな。どうですか、あの、憧れの。思ってなかったんですけど。あ、そうなんですか。誰が好きな、アゲハのモデル。あ、荒木さやかちゃんが好き。かわいい。誰ですか？知らんの？知らんの？逆に僕、アゲハ呼んだことないです。え、そうなの？呼んでないです。立ち読みで言えばアゲハやな。立ち読み、そうですね。うちの地元にアゲハあったんかなぐらい。京都の女の子好きやった。あ、ツートンカラーの。いや、ちょっとそっち余計分かんない。あの子じゃないです。ちょっと化粧濃い子ですよね。そう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 。あんまみんな濃い子。アゲハの子ってみんな濃い。あ、ごめんなさい、ね、間違った。そうそう、ちょっと通天閣乗ってる子。じゃあ頭にですか？通天閣乗ってる子。おじさんでしょ。石なりおじさんでしょ。通カラーが通天閣。通天閣の気づき、気づきですね。え、では、あの、ゆうわさん、飲めなくてもどこまでできるかと、はい、いうところで、お酒飲めないですか？お酒は、あの、基本飲めないです。じゃあ、それ酒焼けではない感じで。あの、喋りすぎでこの声なんですね。まあ、羨ましい話ですね。全然声枯れへん、喋りすぎてるけど。羨ましい、ね、喉最強伝説。喉伝説。ではでは。あいつら声ちっちゃいからねって分からへん。ほんますね。もっと声張れよ、この野郎。では、休日の過ごし方。アイラさん、寝てるか遊んでるか。はい、両極端でございますが。もう遊ぶときは寝ずに朝から遊ぶ。ああ、もうがっつり遊んで。はい、寝るときはじゃあもう丸一日寝るぐらいの。もう起きたら8時とかですね、夜の。何時から寝てます、それ？朝の9時ぐらい。バリ寝るっすね。バリ寝る。寝るん好きなんで。学生クラス。バリ寝る。では、ゆうわさん、遊びと旅行とということですか？旅行は趣味ですか？旅行はそうですね、なんか趣味なんで。最近どこ行きましたか？でも最近は、あの、広島に行きました。何時に？好きな歌手のライブ見に、野球も見に、厳島神社見に行って感じ。もうがっつり。そうです。歴史も勉強しながら現代も勉強するという、すごいな。歴史言うてるよりも結構わわってきますね。今日わわってきますね。こもってるからわからない。こもってるこもってる。もう開けて言ってくれてもいいぐらいな。貯めといてもらいましょう。ではでは、好きな男性のタイプ。ここはあの、ほんまにちゃんと合わせてこれるのかどうか。帰れよお前だから。お前は帰れよ。一番今日電話受けとけお前は。電話受けとけ。リストで電話受けとけ。リストで仕事。では好きな男性のタイプ、アイラさん、愛情深くて控えめな方、はい、というところで、動物とか老人とかにも優しくて控えめな人。おれへん。
選んだ通り、うん、俺ウーパールーパーとかでも愛せんもん。そうですよ、そうなんですよ、飯尾さんね、すごい上べっ面の愛情がすごく深いんですよ。上べっ面からかける愛情が深い、深い。あすげえ、ポニーテールだらけ、結局うまいな、こんなにおんねんな、ポニーテールの子って。そうです、大量です。はい、そして、岩さん、尊敬できる人、あのポニーテールの子、はい、あの子やで、あ、そうです。待って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 、違う知らないよ、僕は在籍してない、在籍中央の方で、注文でね、片方なんかあれですね、引っ越しのおばさんみたいでしょ。猫やお前。好きな男性では岩さんに戻りまして、尊敬できる人ということですが、はい、例えばどんな感じの、どういうところを尊敬よくしますか。あ、でもこう仕事を頑張る人はすごい好きなんで、はい、こうなんか頑張ってる人は尊敬できるので、一緒に高まっていけるかなみたいな。高み合うね、二人でね、はい、ということは俺やん。マスカ俺14時間ぐらい働いてるからな。めっちゃ働いてますね、確かに。いや、飯尾さんちょっとね、お仕事の多いもんでですね。で、ただ岩さんが選んだ立石さん、僕らの業界の中で一番頑張ってるのは立石さんですね。一番頑張ってない、もっと言って。一番頑張ってるのは立石さん、ただ一番数字上げてるのも立石さん。あ、いや、なんかこれ無事、なんかもうね、尊敬しもてんけど。あ、やってもうた。あ、ほんまや。いや、僕あれなんですよ、上っ面の愛情が深すぎてですね、立石さんのことを守っちゃうんですよね。俺やん。あ、それも俺やん。もらおうと思いまして、なんとか。では初恋は何歳、お相手はというところで、アイラさん4歳、早い、はい、幼稚園の子、はい、この方とはなんか大きくなってから再会されたとかは。中2の時に再会して、お、今はでも親友ですね。仲いいんですか。めちゃめちゃ仲いいです。いい話。大体こういうパターンの時は妄想縁になっているとか多いんですけど。うわ、そうなんですか。田舎やからな。田舎やからな。すぐバカにするから。愛情深くないな。お前や、愛情深くない。では岩さん、小4、同級生の子、はい、小4ぐらいだったらもうちょっと女の子アタックいってるんじゃないですか。いや、ちょっと意外とネクラだったんで。このテンションからネクラ。よっぽどなんかあった感じですよ。いや、その方とは大きくなってから、田舎やから。あ、まだバカにする。仲いいよ絶対。あ、みんな結束力固い。聞いて聞いて。仲いいんですか今でも。あ、仲いいというか、うん、まあそうですね。実は大きくなってから一度お付き合いされたとかは。あ、ないです。あ、じゃあ普通に仲いい感じの。はい、普通にみんなで飲んだりとかは。 あるんですって。な、小学校の友達おる今周りに。めっちゃいます。あ、おる。田舎なんで。田舎やもん。大阪でも田舎なんで僕。俺全然知らん。全然知らん。僕も地域密着型なんでね。お前二人呼んで後ろに。お前。いや、似てた。ちょっと似てました。共通点メガネ。ではお二人に勝負した日は何色、はい、白ということで、はい、ちなみに今日の色をどうぞ。あ、今日の色ですか。どうぞ。伊予さん目開いてる。白です。お、勝負の日。今日勝負や、ほんだら決戦は金曜日。来た来た。何色。黒です。勝負しない。勝負しないけど、俺は勝負つくわ。勝負する。あのおじさんの下着は聞きません。いや、次聞きたい。聞きたい。どうするんですか。お前ちょっと脱げや、もうそこで脱げよ、もう。脱いでやがれ、脱いでやがれ。すぐ警察来るわ。では初体験はということで、はい、アイラさん14歳、はい、お相手は。あ、同じ学年の子です。お、あ、パイセンじゃない。よかった。パイセンじゃないです。あ、そうね、ヤンキーじゃない。あ、だいたい可愛い子の処女はヤンキーの年に奪われるっていう定例がどうしてもここ崩れないんですけど。靴がやったね、今な。靴がやりましたね。純愛、14歳。純愛、まあそうですね。ヤンキーやな。あ、ヤンキーやな。ヤンキー同士、ヤンキー同士。やっぱり性の発達はヤンキー早いですからね。性の発達早いですから。性の早いですからね。ではでは、岩さんの方が17歳ということで、はい、これちょっと安心する年齢でしたね。ちょっとドキッとした、うん、何なんですか。なんかこう分かる。リアルに考えれる。まあよくある年頃ですね。そう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 。ちなみに岩さん、お相手は。あの付き合ってた高校の1個下の男の子です。年下好き。後輩来た。いや、じゃあ年下好き。ちなみに後輩さんは初めて。え、初めて。うわ、向こうがですか。あ、向こうが。あ、ちょっと分かんないですね。やべ、な、先輩に会いたかったな。そんな先輩に会いたかった。まあ、おらんかったよ。僕の高校、先輩の女の子8割ピッチやったんでね、全然あかんな。全員ピッチやったな。いやいやいや、なんかこれは、このパターン。ピッチが。ピッチ、ピッチが早いからすごい、もうみんなギャル。うちの学校制服緑色やったから、全員女の子可愛く見えんかった。ピッコロですやん。すごいね。いや、なんか、でも初めてのパターンですね。17歳で年下の男性が。リアルリアルリアル。ほんまにリアルですね。絵描ける絵描ける。ドラマ絵描ける。今日漫画描こう。描けますね。短編絵描ける。
その頃からインフォメーカー、どういう意味ですか？あ、その頃からコメント来てる、エロ先輩。いや、もういい言葉、案内みたいな、あエロ先輩いいっすね。ではでは、あの飲みすぎての失敗談ということで、はい、あのアイラさん、お客様と寝言で会話、小五郎ですか？眠りのところ、うまっ。いやいやいや、あのすいません、強制的に。いやいや、あれだあれだ、この前のコンクールのおかげで、それずっと言おう思って考えた。実はハマってました。まいい、これは言うなって決めてました。まあ小五郎さんの話はさておき、ちゃんと会話できてたんですか？いや全然できて、なんか覚えてないんですけど。可愛 い, いでもええよな、言われました。なんかそういうのしてみたいわ。え、いけるじゃないですか、別にそんな。なんで、え、梅田とかパッて行くでしょ、うん。だから何を、僕らで電話できる、できんやん絶対。だからおかしいやん、お客さんと寝言で会話、これお客さんとですよ、席ででしょ。あ、席なけないやん、席で、はい、むかつくな、この距離で、この距離で起きろってなります。まあ、飲みすぎて寝ちゃうよくあることですからね、はい、気をつけていただけたらと、はい、じゃあ、もっと気をつけていかなかったから、ゆわさん、QR で入院ということでね。はい、飲めないんじゃないですか？いや、飲めないんですけど、その飲めないまで気づかなくて、ああ、行っちゃいすぎた、はい、倒れて、あいつと一緒やん、そう、あいつと一緒です。しかもあいつがこれ以上広げたらあかんぞ。現場も現場ですし、現場も現場、知ってる人は知っている、あいつやん、そりゃ知ってるやろな、おったもんね、うん、ケツ浮きに行った俺やわ。あ、そう、朝5時半ぐらい見てに行ったん俺や。ここ見て分かるやろ、なんでなんですか、アンテナちゃいますよ。なんで特徴これなんですか、ピンポイントでこれないでしょ。お尻から血出てたし、ちゃいますよ、あんたですよそれ。しかもそのコントするとこなかったんですよ、それまずはできなかったんですよ。では次いきますね、はい、今一番の悩み、肌荒れ、アイラさんの肌荒れということですが、もうこの距離でパッと見させてもらいましたけど、あれ悩むようなことありますか？あるよ、女の子やねんから。思春期だし、思春期だし、教えながらから直したんですよ、あるある。今からやっとったら30代の時にお肌がプルプルなんだから。なるほど、今だよ、やるならだそうです。いや今でも十分やってはる。何歳なの今？23歳。ああ、間に合う間に合う、まだまだ。何歳なの？あ、今年27です。もうちょっと間に合う、ね。ちょっと気ぃ使わない。あら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 言って。まあそんなところで、ゆわさんもお悩みの方が肌荒れと声荒れ。あー、はい、ね、声の方はもう治らないんでしょうね。これこれいや、あ、シュッシュでいいですよね。でもそれをやっても無理なんですよ。肌荒れの方はね、治すでしょ、はい、いけますよ。ちなみに27歳なんですね、今年。僕もです。あ、え、何、俺も一緒やで。なんとか共通で探そうとする節があります。心理的にそれやらなあかんらしいな、女の子と会話するとき。あ、そうなんですか。そうそう、共通点見つけるっていう作業一番最後に。すぐ年齢聞こう。なんすぐ年齢聞こう。全部。いやー、しいやー、噛んでないです、噛んでないです。顎噛んないもん。いや、顎噛んでませんよ。届きません、届きません。届きませんよ。珍獣やないですか。違いますよ。全然笑ってないで。もうシャツ見てるもんね。シャツ見てるもんね。大丈夫ね。では、続きまして、将来の夢。まあ、アイラさんの綺麗なお嫁さんというところで、いくつぐらいまでには結婚したいなとか。いや。28ぐらいまで。28ぐらい、まあまだある、まだある、はい、まだありますね。20、どんな旦那さんを？控えめで。何がなんですか、ずっと思ってて、何が控えめなの、どっちかだから。まあ俺って来ない人じゃない。俺そういうこと。ラインを3つぐらい送らんってこと。あ、スポスポはしない。それはいい。あ、それはいい。態度が横柄じゃないとか、まあそういう我が強くないみたいな。あ、ジャイアンみたいな人ね。あ、うん、は無理ってこと。できすぎぐらいがいいってこと。 あいつ結構控えめや、のび太くんとできすぎくんの間ぐらい。あ、間ぐらい、できすぎないくんぐらいがちょうどちょうどいいですね。ジャイアンあかんって今言ったとこ。あんな無能なジャイアンおらんやろ。あんな無能なジャイアンいねえだろ。もっとまとめれるやん。やったねえ。やれるやん。まあいいや。ゆわさんの結婚か悩み中ということで、悩み中って、まあ、結婚はしたいんですよね。結婚はしたいんですけど。おいくつぐらいでいきますか？32? 30ぐらいだったんですけど、はい、まあ、でも仕事の方がすごい好きなんで。ああ、なるほどですね。まだいいかなと。はい、こうやってどんどんちょっと儲かり始めて、犬飼い始めて、川島直美状態になるんですよね。もう犬飼ってます。あ、もう飼ってる。何飼ってるマルチーズ、チワワ、ダックスのミックス犬です。あ、みんな3匹飼ってんか思った。うちの犬もこうたってやな、あそこにおる犬も。セナですか？セナも。あ、早めに飼おうと思った方がいいですね。環境悪いんで今最近痩せてきたよって。あれ、やばいっすよ。
いやちょっとあの置いてきたダックスフンドが非常に状態悪いっていう。あ、本当ですか。飯尾さんのね。そうそうそう、昔そうそうそう、どうせしょってな、犬置いてきたんよ、彼氏やんな。そうです、彼氏のところに置いてきてきてほんならその犬が痩せてきてる。そうそうそう、いろいろ新しい彼氏がいる。多分その前に彼氏のところで問題がある感じですよね。いや、あの一緒に住んではった男の人がおるって、あのあれじゃ、これちゃうっすよ、うん、あこれちゃうっすよ、同居同居、うん、あ、そうなの。そうそうそう、犬置いてきてね。愛情深くて控えめでホモやったやばいでしょ。ちょっとこうすぎる。それちょっと急にちょっとやばいでしょ。コンパすな、いやすいません、盛り上がるなと言われるんですね。であのこんなところであの以上になるんですが、コンパしたいな。あのね、あのここで大いに盛り上がりすぎて残り3分、うん、もうあの2人ずつ聞いてる話ないから、あの1人ずつでいいっすわ。まずお一人目どうぞ。はよ来いや。急に控えんだよ。あ、控えるんだ。急に控えんだよ。愛情表現が控えない。おっさん、おっさん、おっさん、おじさん、おじさん、おじさん、早く。これからですね、スタッフの方に浦あいらさん、浦あいらさんやってもらおうと思いますんで。おっさんいらんよ。ちょっといけます。椅子ごとちょっといけますか。椅子ごとちょっといけますか。はい、はい、はい、座って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 、はい、自己紹介お願いします。ここに、もうちょい、もうちょい、もうちょい、同じ、おさちけだ。だるい、だるい、おさちけだる。こっち。はい、どうぞ。いや、まあ、ここでいいよ、ここでいいよ。どうぞ、俺にや。はい、はい。うてて、うてて。自己紹介どうぞ。どこの誰ですか。ポニーテール南、リストのゴリです。イエーイ。パフパフうるせえよ、進めんな。ゴリゾウが知る、ゴリゾウが知る、浦あいらさんどうぞ。まあ、ゴリゼウのあいらさんどうぞ。まあ、こんな明るく見えて、ほんまは結構恥ずかしがり屋さんなんで。デレデレすぐ顔に出るんで、恥ずかしかったら。どっちが恥ずかしかったんだよ。以上です、ありがとうございます。よかった。以上です。はい、では担当岩さんの側どうぞ。さあどっち、さあどっち、まっちゃん、さあどっち。よし、はいどうぞ。はい、ありがとうございます。自己紹介お願いします。ポニーテールの正直俊です。お願いします。よし。ではあなたが知る、はい、本当の岩さん、はい、どうぞ。ありがとうございます。ですね、岩さんはですね、ポニーテール1、おしぼりを使うんです。おしぼりをガンガン吹くガンガン吹くんじゃなくて、まあお客さんにですね、渡してあげたりとか、こう吹くのに使うんですけど、いつも2本以上は頼まれて、お願いしますお願いしますみたいな感じで、お願いされまくって、お願いされまくって、おしぼりまくって、そんな感じでいつもよく使われる感じ。じゃあ僕らがおすすめするときは、おしぼりをすごく使ってくれる女の子で言っていいですか。そうですね、それでもう間違いない通り、ね、わかりました、はい、お試し振ります。はい、お願いします。ありがとうございます。もうラスト1分なんで、このまま色のある画像で締めていきましょうか。よっこしょ。おしぼりめっちゃ使うんですか。あ、おしぼり使います。おしぼりめっちゃ使うんですか。でも控えめに、いや、おかげさまやもんな、控えめやけど、なんか控えめやもん、インパクト大な感じ。そうなんです、僕も楽しくやらせてもらってるんですよ。言葉のエッジが効いてるんで、これ縦井さんやったらもう放送失敗してるんで。エッジってどういうこと。いや、今日 A で角度があるというか、切れ違う。そこ、これアホですよ。またやるまたやるまたやる、もうすぐバカにするから。そんなめっちゃ出てるわけちゃうはずやねんけどな。というわけで、今日出ていただいてどうでしたか、岩さん。あ、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。お茶飲めましたか。蹴られたんです。そうそう、俺も蹴って、そこ行った蹴ってんけど、今ええかもって、ね。終わってからゆっくり水分補給してもらうということでね。はい、今日は一日ありがとうございました。さくらあいらさんと高橋岩ちゃんでした。今日はありがとうございます。ありがとうございます。